はい、怒ってます。はい。今年はね、怒り動画を出さないって、決めていたけれども、もう怒ってるよ。もう日本ってこんな国やったんかという話ですよ。でも大声出すんで、迷惑なるかなと思って、車で移動中にこの、もちろん運転には集中してますよ。運転優先でね、運転集中しんといかんときはもうカットして、そこはもう皆さんに届けないというふうにね、してますけれども、もう迷惑なるんで、この、ね、でも、大声の音源が、常に移動してたらこの迷惑が最小限なんで、車の中で叫ばせてもらうよ本当に。まあ、僕ら、受験生応援ソングをこの、毎年出してるんですよ。3年前からこの、ウカルンバ、チャチャチャイム、レイワガリルで、今年が運命は最善になると。で、あと2曲ね、この、受験生応援ソングっていうのじゃなくて、一応なんていうんですかね、この脱力体操っていうのと負けてもいいじゃないかって、もうこれまあ受験生に寄り添う系の、曲を出して、で、あと2曲、新曲を入れたんですよ。で、1つが濃厚の攻撃で、まあ、もう1つが鼻くその魔法っていう、まあ、1個不純物が入ってるんですけれども、まあ、各音楽配信サイト、まあ、iTunes、Spotify、Apple Music、Amazon Music、まあ、どの音楽配信サイトでも、聴けるようになっておりますよと。でも、なんていうんですかね、もう坂道多い！このガタ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 ！眠気防止のやつ！ここで起きても死ん！ここで起きてもしょうがないだろうが！本当に。間に合わんだろ、ブレーキが。おい空じゃねえかよ空映してどうすんだよ。で、この度ですね、1月20日からジョイサウンドで歌えるようになりますということなんですね。で、まあ、そう。だからね、まあ、このダムだけ、この自分の曲を配信するっていうシステムがないんですよ。ジョイはあるんだけど。だから、ぜひともこのリクエストしてほしい。ダムにリクエストを送ってほしい。まあ、カサニマルにちょっとお世話になったよって、ちょっとでも思う方はですね、ぜひともちょっと僕たちの夢を叶えてほしいなというふうに思いますよと。まあ、なので、まあ、今回ブチ切れてるこの怒りを収めてもらうためには、もうダムのリクエストにカサニマルの楽曲が殺到して、もう歌えるようになんないと心が落ち着かない。で、どれを、まあ、リクエストしてほしいかってことなんですけど、まあ、ウカルンバ、チャチャチャイム、レイワガリレオ、運命は最善になる。まあ、この4曲でいいかなと。はい。まあ、あと4曲はもう僕が勝手に作った曲なんで言ったら。まあ、そこはいいかなと。うん。いや、何に怒ってるかをじゃあ言うわ。もう、ついに言っちゃうわ。まあ、8曲曲を出したわけですよ。僕らはね。でも、ジョイサウンドで、歌えるのは7曲です。鼻くその魔法をはじかれた！鼻くその魔法がはじかれた！鼻くその魔法をかけてあげる。鼻くそが止まらなくなるから、うんちの魔法をかけてあげる。うんちが止まらなくなるから、君とお化け屋敷入るとき、おだてに牛糞塗りつけてあげる。君に酢豚を作ってあげる。お手手は洗わずに、枝豆ブリブリ、うんこずんだ餅みたいな。通るわけないね。うん、僕が悪い。これはこればっかりは僕が悪いわ。いや、通るわけない。まずもうタイトルに鼻くそなんて入れて、ジョイサウンドでね、無理やろそりゃ。うわくそ、うわー悔しい。マジで鼻くその魔法歌えんかった。あ、韓国語で配信したらいける、もしかして。おお、おお、韓国語で配信したらいいやん。なるほど。だから牛糞とかもこのハングルで書けばいいんや。もうこっちの勝利ですよ。ねえ。いいわけないだろ！ハングルで書いてもいいわけがないだろ！一回弾かれたものをハングルにして逃走だなんて。教育系 YouTuber の恥！いや、でも普通に、悲しかった、僕は。悲しかったのよ。ぶっちゃけ、どの受験生応援ソングよりも、鼻くその魔法が、クオリティ高いんよ。そう。クオリティが、鼻くその魔法が一番高いんですよ。もう僕めっちゃ悔しかったわ。そう、鼻くその魔法削除されましたっていう、もうメール届いた瞬間。
おう、編曲者に、もう、まあ、LINE したんですけどね。まあ、本当のこと言ったら大爆笑したけど、本当のこと言ったら大爆笑した。だってもう、めっちゃおもろいじゃん。だって、鼻くその魔法っていう曲バーンって投げて、取るかってやったら、削除されましたって、当たり前だろ！あと、英語のリーディングは日本人が解くテストじゃない！ということで僕はもう非常に怒ってるよ！なので、ぜひともちょっとダムの、この怒りを収めるためにも、ダムですね、ダムのリクエストに、もうやり方ちょっと概要欄本当に載せとくんで結構丁寧めに、ウカルンバ、チャチチャイム、レイワガリレオ、まぁ、あ、運命の水平、まぁ、好きな曲で構いません。これに関しても僕らがね、指定しなくてもいいという思うので、どれかをこうなんか、投票していただければね、もう、組織票です、これは。うん。とにかく僕は怒ってる！鼻くその魔法が弾かれてる！